合計金額かけかけコッティあったあったイエイコッティです。はい、皆様本日は一体何をするのかと言いますか。 GU かけるオーバーチューサにこれは、はい、こちら私イートモールモンスター、あのね、いつも一緒に来てくれる私のカメラマンボーイのチュキピが平日なので行けないということで、私一人で行ってこいと言われたんですね。 TikTok に載せましたけど、この動画です。一人でなんて行動できないよ、なんでおばあちゃん平日にやっちゃうのっていうことで、私の親友にですね連絡したところ、仕事休み取ってくれました。ありがとう。10時オープンなんですけど、10分区切りに分けられてて、一回そのおばあちゃんゾーンに入ったら10分間まあ見れるんですけど、まあ、一回出るじゃないですか。もう二度と入れない。厳しすぎる。厳しすぎるっちゃも。そういう感じで3部の24番目に入らせていただきまして、一応ねオンラインが9時ぐらいから多分出たのかな。オンラインを9時過ぎぐらいで見たら結構あったの、まだあんじゃんと思って、とりあえず欲しいのこうカートに入れたりして、でもやっぱこっちはさいるかな、あこれもさサイズこっちと大きいのじゃんかやってたら、どん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 売り切れていくわけですよ。ポーチとかヘアワンドも全て完売となって、とりあえずもう入ってるやつをえいって押して買ったんですよ。そう、して買えなかったやつを店舗に行って買おうと思ったんですけども、速攻ポーチは売り切れてました。ヘアバンドも速攻売り切れてました。私オンラインで黒のヘアバンドだけは買えてたので、黒はあったんです。でもねピンクが買えなかった。絶望です。はい、おしゃべりは置いといて、あんたたちに何を買ったかっていう購入品紹介していきたいと思います。チアーズ。まず届いたのがこれと、これが店舗で買ったやつ。一旦このダンボールから開けてみようか。なんか落ちた。一つずつ開封していきます。これなんだ。あ、スウェットだね。スウェット、こんな感じです。なんか写真で見てたら結構ちっちゃくないって思って、 XL のサイズを買ってみたんですけど、ちょっと着てみるね。こんな感じ。え、やっぱちょっとさ短くない？ XXL でもよかったかも。まあ、でも可愛いからいいんですけれども、部屋着行きですね。私のよそ行きの服にはすいませんけどなりませんでした。はい、ありがとうございます。あとは同じタイプのピンクですね。胸にポケットがついてるの、ここね。ここに何入れる？うちは、うん、そうだな、マシュマロとか。はい、これと次が T シャツだね。こちらオンラインでは1色しかゲットできませんでした。じゃん、可愛くない？ベリーオパンティこれも XL 買いました。私あの T シャツとか本当にダボっと着たいタイプなので、ちょっとこれも着てみますね。こんな感じ。あ、うん、これはちょうどいいわ。夏場って私こういう T シャツにショートパンツ履いたりとかジャージとか着たりとか、本当にそういうのしかしないので、夏服って。もうそれかもうキャミソールみたいな、半狂羅と半裸な女なんかそういう感じで生きてるので、夏場はとにかくなんか軽く友達と買い物とかスポッチャとかそういうところ行くときもこういう感じの T シャツで私動いたりすることが多いかなって思いますので、こちらは夏場大変活用させていただこうと思います。 GU 様ありがとうございます。はい、次。かわいい。おパンチにはさ珍しいタイプの黒にピンクのリボン。え、なんかさゴムの部分がさ、言葉がちょっと悪いかもしれないけど、緩い、頭痛くならないかも。結構ねこれとか結構きついんですよ。待って、つけてるかつけてないかわかんない、これ忘れちゃう。このままコンビニとか行っちゃうよ絶対に。すっごいいい。はい、でこれも多分これセットなんだよね。パジャマ。基本的に服とかは S とか XS とかをズボン系は履いたり着たりするんですけど、パジャマってさ結構ゆるく着たいから M サイズを購入しました。着替えます。はい、こんな感じ。ねえ、女子会スタイルなんだけど、うちめ
ちゃ可愛くない？ちょっと待って、見て、このなんかさ、ズボンのさ、丈の長さちょうどよくない？短すぎず長すぎずみたいな。しかもズボンがホワンってなってたりしてて、ちょっとなんかおパンチの形っぽくって、めっちゃ可愛くないですか？すごい嬉しいです、ありがとうございます。これもちなみに2色買ってます。ピンク、白はオンラインで売り切れててもうなかったんです。はい、次、オンラインで買ったのはちょっと最後になっちゃうんですけども、これ本当に人気すぎて即完だったもの、こちらです。じゃん、買えた、買いました。これぬいぐるみなのって思うでしょ、ポーチなんですって。じゃーん、こんな感じで開くポーチです。外枠は結構しっかりしてて硬い感じですね。何入れる、これにタバコとかアイコスとか、こう入れる、ここに。あ、私吸わないんですけど、なんかサイズ的にちょうど良さそうだなって思っちゃいました。私がもしタバコを吸う人であればここに多分入れると思うんですけど、そうなるとどんどんオーパンチョの顔がヤニカスオーパンチョみたいになってくると思いますちょっと想像しちゃった、かわいい。え、ヤニカスオーパンチョなりたい、タバコ吸おうかな以上、このオンラインのやつは全部終わりました。次が店舗で買ってきたやつね、こちらも紹介していきます。チャンネル登録ね、とりあえずオンラインで買えなかったものからいくね。じゃん、あったー、白のパジャマありました。でもね、 L サイズだったの買えたのが、一回履いてきますね。じゃん、 L でこんな感じです。多分ね、ジャンプしたらちょっとやばいかも。小銭とか携帯とか入れてジャンプしたらパンツが見えてしまう可能性があるなーっていうくらいなんですけれども。はい、次。これ、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 これ。これがね、買えなかった。3種類全色ゲット。頑張ったうち。正式に言うならば頑張った親友。ありがとう、本当に並んでくれて。これですね。じゃーん、こんな感じの黒の T シャツ。なんて書いてんの？ What o o b a n t 何言ってんだ、こいつ。もうこれはね、もう超普段使いできるじゃんと思ってもう買いました。でこちらがピンクですね。じゃーん、こんな感じ。これはなんて書いてあるの？メイクオパンティ、オパンチュがこの服を作ろうとしてるのかな。はい、これもね、あ、全部 XL で購入いたしました。可愛いですよね。あとこれかな、このね、ブルーの T シャツ。これがさ、オンラインでうち見た時、悩む暇もなくこのブルーだけ即売れてたの。後ろがこれね、ニコマみたいになってんだよね。このドレス欲しいって店員さんに言って指さしてて来たのがこれ他のやつは全部表しかないの。これはどっちもにあるんだよね。だから多分即売り切れだったのかな。はい、で本当にこれがもう本当うち超嬉しかったんだけど、じゃん、のヘアバンドあったの。しかも私が行った時に黒と白しか残ってなくて、ピンク欲しかったのになーみたいなって言ってたのね。そして私の番が来た時に1個返品されてたの。本当に店員さん戻したすぐだったの、うちの呼び出しが。まず何を取るかって一番にこれ、これもちょっとつけてみますね。はい、可愛いです、とても。なんかめっちゃ赤ちゃんみたいじゃない、なんかこれあと最後の1個あります。じゃ、アクセサリーセット。何がついてたかって言ったら、ブレスレットと指輪が2つ。私今自分のアクセサリーで紹介したことないんですけど、こっちが 4°C のブレスレットと、こっちがエテの姉妹ブランドのバングルと、ディオールのチェーンのブレスレットと、ここはおばあちゃんにいただいた指輪たちあと2つあって、ここの人差し指とここの中指にたまにしてる指輪があって、お出かけする時とかにつけるんですけど、キラ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 輝いてるものがついてるんで、あんまりこう普段何もない時とかはつけないかったりするんですけど、こっちがあのグッチで、こっちがディオールなんですよ。こちらのどっちもあチキビにもらいました今回は空いてるところにおパンチをつけてみようということでてかさ、待って、このさ、おパンチ可愛くない？ちょっと残そうかな。頑張って綺麗に破いてみます。はい、じゃあまずこのリングからつけてみたいと思います。左手におパンチ、右手にお花。じゃーん、どうですか？かわいい。いつ使うの？あとこれね、おパンチブレスレットね。いつつけんのこれ？あ、待って、おパン
チにさ、つけようよ、なんか。私の一番お気に入りのおパンチウサギなんですけど、これにつけてみよう。え、絶対かわいい。薬物はやめろ。めっちゃチャラくなった。じゃあこの後ろに飾っておきますね。毎回ここにいらっしゃるのでよかったら拝んであげてください。以上です。いやー買ったね。いくらだ、ちょっと一回見ていい？計算するわ。やばい、今月も破産。1,2,3